昔々、一人の男が死にました。お話は途切れて、王子は心臓と一緒に、人々に向ける優しい気持ちも、勇敢に戦った思い出もなくしてしまいました。そして、町中に散らばった王子の心臓のかけらは、行き場を求めて、隙間の空いた心に住み着きました。かけらに取りつかれた人々の中には、自分自身の物語を狂わせてしまうものもありました。